り秋田竿燈まつりを行います。皆さん、こんばんは。ただいまから竿燈演技を皆様方にご披露いたしますが、竿燈には5つの基本技がございます。その基本技から最初に皆様方にご披露したいと思います。それでは始めたいと思います。
手で竿燈を差し上げ、一旦手のひらで静止。親指と人差し指の間から竿をじわりじわりと15センチほど下ろして持ちこたえる技です。どっこいしょー、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 どっ
Let's go!
秋田の夏の夜空を彩る稲穂の輝き、勇壮軽快なお囃子、力と技が織りなす華麗な演技の数々。秋田六十年を超す長きにわたり築き上げてきた伝統は、これからも確実に次の世代に受け継がれていくことでしょう。秋田竿燈まつり本番は8月3日から6日の4日間です。ぜひ今年の夏は秋田において頂き、迫力ある演技を間近でご覧ください。